いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 頭たちは聞き込みするいうて出て行きましたわ。わしはネットで情報を集めてみます。
これを持ってきてもらえますか。お願いです。これを持ってきてもらえ。そう、これです。ありがとうの。なんだ、ボウモシ。誰かに見られている。気のせいか。なんだ。問答無用か。いや、どうやら化かされたの。あんた見たんだろ、刀を手にした亡霊。クヒダ、のどかさや正岡式。
く日だ。盤石雑出すべく小数六年三四三が仲あいつと合でおめき主せよ来賛に。日の影実変者へ行く。のどか正岡氏2016年だ。2016やったー。そしてこれなんだ。私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこういろいろ聞きたくなりません？いやもう結構。妻おじさん、ん？お前は確かポケサーファイ。
左木は場所。よう、カズオだったな。いや、今は。ええ。大丈夫か。部外者が余計なことに首突っ込むとどういうことになるか。 いい勉強させてやるよ。 村中がこんなひどいことするなんて。俺は別に大丈夫だから心配するなって。でも桐生さん、あんたなんで俺を助けてくれたんですか。全部芝居だったってことあんたは知ってるだろ。なのにどうして。 散々痛めつけられてもお前がカズミだって言い張るもんだからな。ちょっとだけ本当にこいつはカズミなんじゃないかって思っちまっただけだ。命張った嘘ってのは本物になることがある。たまにだけどな。キリュウさん、 で、お前らこれからどうするんだ。このお芝居、これからも続ける？続ける。もし村中がまた俺に手を出してきたら、またキリュウさんを呼ぶぞって言うしな。<笑>勝手にしろ。助けに入れてやるかは別の話だがな。でも、 いつまで続けたらいいんだろう。そうだな、俺は一生続けてもいいけどね。え、カズミとなら一生嘘をつき続けてもいい。それでいつか二人の本当にしていこう。カツオくん、そういうのは二人きりになってからやれ。 すみません。じゃあ、俺はもういいな。
本当にありがとうございました、キリュさん。感謝してるよ。本当、ありがとな。迷惑かけましたな。あんた、見てたのか。ええ、一部始終。二人とも、それなりに腹くくってるみたいですな。あんた、全部分かった上で、二人を試していたのか。さっき俺が止めに入らなかったら、どうするつもりだったんだ。さーて、どうでしょうね。ま、あんたはきっと止めに来るだろうと思いましたよ。考えてることが同じやつは、見ればわかるもんです。食えねえ人だ、あんた。これからもあいつらは試され続けます。邪魔するんならいつでもどう。